い、ということでですね、今オーストラリアに着いたんですけれども、1日目の服装をね紹介していきたいなと思います。すっぴんなんで本当に顔が死んでるんですけど、そこは許してください。はい、まずはですね、帽子はこちらですね、ニコロンの秘密帽子です。これね、逆向きでこう秘密って書いてあると思うんですけど、すごくて、これ自撮りでね写真を撮るとちゃんとこう秘密って読めるように、ね、なってるんですよっていう、ちょっとね技ありな可愛い帽子です。そして続いてはですね、こちらのトップスです。ダズリンの福袋に入ってたトップスなんですけれども、なんかちょうどいい厚さで、あったかいところでも使えるぐらいのね薄さなんだけれども、寒い日本の冬でもまあまあ着れそうな素材だったんで、こちらを選びました。でここね、なんかこうちょっとごめんなさいね、キャミソール見えてるんですけど、丈が短くなってて、こうキュッて絞るとね、こうふわっと可愛い感じで着れる、そんな感じのトップスでございます。後ろリュックはこんな感じです。このリュックはギルシチュアートのリュックなんですけど、ギルシチュアートにね、私結構こうすごい可愛い感じのイメージが強かったんですけど、これはねあんまりこう女の子しすぎないスポーティーなデザインになってて可愛いなと思って買いました。はい、続いてはこちらですね。こちらはポケモンセンターの渋谷で買ったウエストポーチです。で今回のね服とはあんまりごめんなさい、デザインは合わないんですけど、スマホとか財布とか、あとはこれですね、パスポートとかをこの中に全部大体ぶっ込んで常に身近に持っておけるようにしてます。ただ座ってもベルトさえつけてれば、ウエストポーチはねあんまり注意されたことがないので、なんか荷物って多分つけっぱなしでもあんまり何も言われなかったんで大丈夫だと思います。下はこちらエモダのパンツです。こんな感じでこうハイウエストになってて、ウエストがキュッとしてるので、めちゃくちゃ腰が細く見えます。で足元に行くにつれて広がるフレアパンツになってるので、錯覚でこう足が長く見える、そんな感じのめちゃくちゃ便利なパンツです。これ私すごい気に入ってて、去年履いてたんですけど今年も履いております。はい、ということでですね、1日目のショッピングコーデでございます。はい、こんな感じ。まだちょっとサンダルに履き替えてないんですけれども、まずはですね、こちらレディアゼルの麦わら帽子です。これね、ユンちゃんが誕生日プレゼントにくれました。かわいい。そしてネックレスですね。このネックレスはイブリスっていうところのネックレスです。なんかちょっと高見えするかなと思ったので買ってみました。結構ね、何にでも合いそうなネックレスです。で、トップスはこちらは e-world ギャラリーの福袋で手に入れたお洋服です。で、スカートはですね、これフリーズマートで半額ぐらいだったかな？去年の夏に半額ぐらいで買いました。で、カバンはこちらですね、サマンサタバサのバッグです。これはね、ユンちゃんとおそろです。えっちゃんもね、色違いですね。夏って感じのコーデにしてみました。じゃあ、早速買い物行ってきまーす。2日目のね、昼の服装です。これはなんかね、韓国のソニョナラみたいな名前の通販で買いました。安いです、とても。そして、下はこんな感じ。バレンシアガのソックスと、ネッキッドウルフの靴です。イヤリングはどこで買ったか忘れたやつなんですけど、これいつもね iPod だと間違われるんですよね。でここは編み込みにしました。ちょっとスポーティーな感じにしようかなという感じです。でバッグはドロシーズっていうブランドの展示会に行った時にもらったやつです。めっちゃ靴下怒ってんだけど、まあいいや、行ってきます。はい、今日の服装はですね、エブリスのジャケットです。革っぽい質感のジャケットに、これ中ですね、タンクトップ1枚なんですよ。合わせる服が意外と持ってなくて、あ、どうしようと思ってたら、これが一番合いそうだったんで、ブラトップ1枚です。ちょっと後でなんか買わないと寒すぎるので、早急に黒い服を後で買います。そしてですね、下のスカートはこれも韓国の通販で買ったこういうパンツ型になってるスカートです。私とかね結構身長が高いので、こう通販で買うとさ長さが分かんないんですよ。そういう時にこういうパンツだとあんまり失敗がなくていいです。でまだ下はスリッパです。多分スニーカーを履くと思います。観光でね今日歩き回んなきゃいけないので、じゃあ行ってきます。はい、今日はですね4日目の朝でございます。はい、今日はですねビーチに行く予定なので、もう水着を下に着ちゃって、でスカートとそれから日焼け対策用のラッシュガードを着てます。
で、まあ一応着替えにね、T シャツを持ってって、で、これ脱いだら、そのままバービーチで遊べるし、着替えて、こう T シャツ着て、そのままうろうろできるように、普通のスカートを履いてるという、そんな感じでございます。で、この上はですね、ショップリストか ZOZO タウンでね、買った水着ですね。で、上は、これは多分3愛水着なんとか楽園。なんか名前忘れちゃったんですけど、なんかそんな感じの名前のところで買いました。結構高かったです、ラッシュガード。これはね、紫外線 99% カットなので、やっぱそういうきちんとしたやつはね高いですね。あと水着屋さんで買ってるので、速乾型ですぐ乾くような素材でできてます。で、スカートは韓国の通販で買いました。で、靴はですね、ビーチサンダル、普通のやつと、それから、これはですね、コットンオンで買ったタオルがカバンになるやつ。この中にね、着替えを入れてます。で、こっち側は、この間紹介したトートバッグです。で、羽織にちょっと厚めのね、黒いパーカーを持っていきたいと思います。まあ、理由はですね、上がった後絶対寒くなるだろうなと思って、これを持っていきます。はい、4日目の夜の服装はこんな感じです。まあ、夜っていうか夕方ですね。袖がね、なんかパフスリーブになってるカーディガンみたいなやつです。カーディガンにもなるし、これ1枚でね、今着てるんですけど、こういう風に1枚にも着れるトップスで、これをショップリストで購入しました。こんな感じのやつです。で、下と、これは電柱と多分変わってないと思います。で、夜寒くなったら嫌だなと思ったんで、パーカーを持ってきました。ついでに紹介しとくと、今日のリップはですね、これはクワマンちゃんがね、誕生日プレゼントにくれたリップを塗りました。なんか韓国っぽいとかって、イエーイって感じです。一人で喜んでます。はい、おはようございます。今日はですね、5日目の朝昼ぐらいです。髪型はね、こんな感じの髪型にしております。そう、今日雨がね降ってるので、あんまり前髪とか気にしたくないなと思って。で、下の服はこれはですね、無展望でダンサーナイターウェイの衣装用に買ったんですけど、なんかいくつか候補をね考えて、通販だったから雰囲気違ったら嫌だなと思って何パターンか頼んだんですよ。そのうちの一つですね。で、結局使わなかったんで、普通に私服として今日着てみました。で、上に羽織ってるのは ZOZO タウンで買った羽織です。結構ね、こっちは気温差が激しいので、今日はね特に雨なんで寒いかなと思って羽織を1枚用意しました。で、下はですね、これはウィゴーのパンツです。これがね、いいところは後ろのね、ウエストがゴムになってるんですよ。で、おはようウエストでね履けるよっていう、そういう代物です。これ3000円ぐらいだったかな、めっちゃ安かったんですよね。丈が短めの時とかは、こういうパンツをね下に貼っとくと、高身長の子はとても便利だと思います。じゃあねー。はい、今日はですね、メルボルン6日目です。お、今帰ってきたばっかりなんですけれども、グレートオーシャンズロードに行くツアーにね参加したので、動きやすくてかつ体温調節がねできやすい服装にしました。まず下はですね、ジーパンに靴にウエストポーチなんで、初日の服装とあんまり変わらないんですけど、で、 T シャツで上にパーカーっていう感じですね。で、あとリュックにしました。もうこの日はですね、おしゃれとかどうでもいいよ、大変だもん。海岸線のところを歩いたりとか、コアラの森行ったりとか、ツアーでいろんなところに行く予定だったので、とにかく疲れないことと、それからあったかすぎたり寒すぎたりしないこと。朝の8時から夜の7時8時ぐらいまでずっとツアーなので、そういう感じにしました。おはようございます。今日の方ではですね、こんな感じです。これですね、韓国の通販のソニョナラっていうところで買ったワンピースです。で、このね、ポロシャツのいいところは、ここにね、紐があるので、こう、くびれを作りつつ、こう、足が長く見えるような、そんな構造になってます。でもね、思ったより、こう、丈がすごい短かったんで、下にパンツ、スカートみたいなやつですね。これを履いてます。で、これも韓国のブランドの靴下です。23.65 っていうところのブランドの靴下。靴買ったらおまけでついてきました。あとはもうスニーカーとカバンはトートバッグですね。で、メイクはですね、これはフェンティビューティーっていうリアーナさんっていうのかな、リアーナさんのブランドのコスメを使ったメイクをしてます。で、リップはいつものですね。じゃあ行ってきます。
はい、ということで、メルボルン最終日、そしてケアンズ1日目のコーデでございます。まずですね、帽子はアウトレットで買ったやつですね。そしてワンピースはこちらですね。これも同じアウトレットのお店で買ったんですけど、店の名前がね、忘れちゃったんでわかんないんですよね。ごめんなさい。そして、リュックはこちらですね。これはジル・スチュアートのリュックです。で、足元はもうスニーカーにしました。ね、一応羽織をね、持ってきたかったので、こちらのエブリスの羽織を持っていきました。空港とかね、結構寒かったりするので、これを羽織として持っていきました。こんな感じでございました。はい、おはようございます。ということで今日はですね、ケアンズ2日目でございます。で、今日の服装を紹介していきます。まずは、これはウィゴーのショートパンツに、これもウィゴーだ。ウィゴーの服です。日本がね、すごい冬だったんですよ。だから、夏服をすごい探したんですけど、結構あんまり売ってなくて、でもウィゴーさんはですね、ショップレストとか、あとゾゾタウンとかでね、結構夏服も売ってたので、お世話になりました、今回も。で、この帽子はですね、リリアデルの帽子で、あとはですね、このバッグは現地で買ったやつですね。で、あと、今日はちょっとロングのカーディガンをね、持っていこうかなと思います。これもね、ゾゾタウンで買いました。どこのブランドかちょっとよくわかんないです。なんか、トラゾドンナって書いてあるけど、はい、ここにこうやってかけて持っていきます。はい、じゃあ行ってきます。はい、ということでね、今日はですね、キャンズ2日目の夜なんですけれども、今からですね、ご飯を食べに行こうかなと思います。ということで、まずですね、こちらのワンピースはですね、イートミーのワンピースです。これね、セールで買いました。そう、すごいね、ふわふわってしててめちゃめちゃ可愛いです。で、靴はですね、スニーカーです。スニーカーばっかり、なんでサンダル持ってきたんだろうっていうぐらい全くサンダルを履いてないんですが、で、バッグはですね、こちらオゾクのビーズバッグです。これ確かゾゾンでセールになってて2000円ぐらいで買ったんですけど、届いてみたらもうめちゃくちゃちっちゃくて、まあ日本だったらね、別にいいんですよ、ちっちゃくて。ちょっとお出かけするのにピョって物を入れてさ、財布と携帯だけ入れてね、出ていけばいいんですけど、パスポート入れたりとか Wi-Fi 入れたりが全然できなくてちょっと困りました。そんな感じで、じゃあご飯に行ってきます。はい、ということで今日の服装ですね、こんな感じの水着です。このフリルのチューブトップの水着と、下はこれもセットなんですけど、お腹が隠れるやつっていう感じの水着です。はい、ということで最終日の服装です。めっちゃサングラスかけてる。まあ、この組み合わせはメルボルンでもやったと思います。で、下はスニーカーで、はい、この服装にですね、こちらのベルトバッグとリュックを背負って日本に帰ります。じゃあの